スティーブペリー、スティーブン・レイ、スティーブ・ペリー、スティーブン・レイ・スティーブ・ペリー、1949年1月22日体は、アメリカの歌手、ミュージシャン、ロックバンド・ジャーニーの元ボーカリスト、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第76位。カリフォルニア州出身で、ポルトガル系、父はシンガーであり、 音楽やミュージシャンに慣れ親しんで育ったが、両親の離婚後母親に引き取られたため、彼の心に深い傷となって残った。1970年代から、エイリアンプロジェクトというバンドで音楽活動を始め、メジャーデビューを控えていたが、その直前にベーシストが自己死したことによりバンドは解散。それを機に音楽活動を諦め、その後は郷里で農業を営んでいたが、 業界関係者を通じて、エイリアンプロジェクトのデモテップを耳にした、当時のジャーニーのマネージャー、ハービー・ハーバートが、白羽の矢を立てた。ほどなくして、オーディションに合格したペリーは、ジャーニーの初代ボーカリスト、ロバート・フライシュマンとツアー中に入れ替わる形で、バンドに加入した。その後のジャーニーは、それまでのプログレッシブロック風の音楽性をポップな方向に変えていく。加えて、 精力的なツアーをこなして人気の地方を固め、1980年代前半にはバンド史上類例のない多数のヒット曲をチャートへ送り込む原動力となった。ジャーニーがアルバムエスケープ並びにフロンティアーズでスターへの仲間入りを果たした後、ネームバリューを得たペリーは1984年にソロ活動も始めた。その中でも、 当時交際中だった女性への思いを歌った王、シェリーはソロデビューアルバムストリートトークの人気をけん引し一説にはアメリカで知らない人がいないと言わしめるほどのヒット曲となったちなみに時期は前後するがペリーは以前にもケニー・ロギンスやネット・ドヒニーのアルバムにゲスト参加したことがあったアルバムストリートトークはジャーニーの楽曲とは一風異なる R&B 寄りの 作風で彼独自の持ち味を広く訴求することに成功し、上実の王、oh! チェリーの他にも、フーリッシュハートやストラングアウトなどのヒット曲を生み出している。1985年には USA for Africa のアルバムにも参加し、メイン曲 We Are the World では、マイケル・ジャクソンや、レイ・チャールズ、スティービー・ワンダー、ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ダイアナ・ロス、 ブルース・スプリングスティーン、ライオネル・リッチーなど、スータの人気ミュージシャンと共演しつつ、新曲、モーメント・ガールも提供している。1986年のジャーニーのアルバム、レイズ・ドーン・ラジオ字をかけてではプロデュースも担当するなど、ボーカリストにとどまらない活躍を見せたが、1987年のツアー中にジャーニーを脱退。その後はしばらく表舞台から遠ざかっていたが、 およそ7年の時を経て1994年にソロアルバムストレンジメディスンを発表しファンの注目を集めた。ペリーはこのアルバムを引っ下げてツアーを行い日本での公演も予告されていたが肺の感染症が原因で体調を崩しツアーを中断。療養生活の中で彼は自身が脱退後に空中分解の状態となっていたジャーニーの 再結成へ向けて可能性を模索し始め、やがてメンバーとの合流を果たす。1996年に再結成したジャーニーの中核としてアルバムトライアルバイファイアーで腕を振るうが、対抗性骨関節疾患を患いツアーへの参加が困難な状態となった。メンバーとの協議の末、1998年に正式にバンドから脱退。その後は、 ワーナーブラザースのアニメ映画魔法の剣キャメロットのオリジナルサウンドトラックにおける主題曲のセリア2003年には映画モンスターのサウンドトラックのプロデュースも手掛けたほかデビッドパックの作品にゲストボーカルとして参加しているそれ以外は表だった音楽活動をほとんど行っていなかった2014年6月何の前触れもなくイールズのライブにゲスト参加し その際に2015年12月に3枚目のソロアルバムをリリースすることを表明したが予定の実現はなかった。2017年4月にはロックの殿堂入りしたジャーニーの旧メンバーとして受賞式に参加した。ステージ上ではジャーニーに在籍した者として受賞の喜びと在籍中に関わったメンバーへの感謝を伝え現ボーカリストのアーネル・ピネダには ジャーニーで10年間頑張っていることへの賛辞を送った。受賞式ではメッセージのみで受賞式後のライブには出ていない。また、ニューアルバムを秋にリリースすると言及したが、叶わなかった。2018年8月15日、それまで準備中だった公式サイトで黒画面のバックに、I know it's been, a long time coming, 長らく待たせていたのはわかってるの文字動画が現れた。 一部でアマゾンがリークしたとされているが、ニューアルバムトレイシーズの2018年10月5日に全世界同時リリースとシングルカット曲ノーエラシンも発表された。前作 For the Love of Strange Medicine から約四半世紀を経ての三枚目のソロアルバムとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。